おはようございます。おはようございます。お久しぶりで。お久しぶりガロ君で。いやいや、今年はでもいろいろありますね。ああ、まあまあね、いろんなこと確かにいっぱいあるわね。ええことにしろ悪いことにしろね。そうですね。まあ、まあでも、おみくじは小吉やったんで、まあ、僕は何もないのかなと思ったりしますけど。ああ、我がのことで。あ、俺なんかそんなんで調べた今年でなんかほら、はい、日にちで割り出す1年間の、運勢みたいなのあるやん。ああ、バイオリズムみたいな。バイオリズムというか、もうでは普通でやるんやったら、ほら、はい、なんちゅうの、血液型とか、はいはい、そんなんで、見たら絞れたら4つとかで、12星座とか、そんなんだったりやん、はいはいで。もっと広くやったやつで、はい、あれ何やったかな。あ、血液型と血液型入ってんのか血液型と、うん、血液型とね12種だったかな、なんか、48ぐらいあって、なんか日の絵馬とかなんかそういうのじゃん、多分その12種やったと思うんだよね。12種とあと血液型だったかな、血液型の、だから血液型でも4つあるやんか。で、あ、例えば、だから12種の中の4つとか、そんなんで、だから48通りかなんかで、はいはいはい、で、やってたやつがあって、俺なんか結構今年上の方やってる。あ、一桁というか、はい、3位かなんかやったんちゃうかな。はい、で、はい、今年これ48分の3位やったら結構ええんちゃうの。あ、いいことあるんじゃないですか。まだ3ヶ月経ってるけど、あんまり、まだ起きとらへんねんけど。まだ寒いですか。いや、分かんねえやん。今年の、最後の方に集中しよるかもしれんちな。いや、まあでも、この占いやったらええけど、この占いやったらあかんとかありませんやん。なんか、同じなんか12星座でやってても、全然ちゃうようなこと言うてる人おるやんか。あれ何やねんやろな。いや、まあ、だからいろいろあるじゃないですか。仕事運とか、その健康運とか、細分化して。うんうんうん、だから今日この、宝くじ買うのに、これ限定の占いとかじゃないですか。そんなん、全体的な。あるわな、方角とかもあるやんか。どっち向いて買いに行ったらええとかな。で、違うの見たら全く違う方向やったら嫌やしな、これ。まあ、それで、めちゃめちゃ金持ってるやつの運が悪いと、全然金ないやつの運がええって全然違うじゃないですか。ああ、やるな。今年は運いいですよーって、1000円拾いましたわ、いう。そこでもう運つくの嫌やしな。いや、まあ。だから、この人にとったら、1000円拾ってもなんもうないみたいなもんですけど、もうこの人からしたら1000円拾ったらもうね、世界中に、ね、今日はええもん食えるでみたいになってまうかもしれんしな、ね、もうそんなんもなんか最近なんかどうやねんやろな、年とともにやっぱりあんまりそういうのも見えへんのって言ってるのかもしれんねんけどな。まあ毎年そんな言うほど変わんないですからね。でもだからよう言うやんかな、バイオリズムみたいなのがあったよね、うん、今年はで、なんか大作家に入ったみたいな、そんなとかもあるやんか。なんかあれは何なんですか、病気しやすい年とか。そういうことあるやんか、うん、それやったら俺去年初めてインフルエンザで思ったわ、はい、63年生きてて初めてインフルエンザ。まあなかなかならないですし、まあ確かにな、インフルエンザか風邪なんか分かんないで勝手に治ってるパターンもあります、ね。まあ、あると思う。だから、うん、あって、俺めったに風邪ひいても熱はあんまり出えへんね、はいはいはい、で、結構あれやね、平熱も低いね、35度台とか、35度6分とか、はいはい、そのぐらい低いから、俺の37までいったら結構しんどいね、はいはい、その人の言うたら38度ぐらいになるやんか、はいはいはい、で、それが、なんか、去年に別に体もしんどくないんだけど、めっちゃフラフラしてんねん。あれ、なんでこんなフラフラしてんねんやろなと思って、はい、体温を上げたら、40度超えとって、あ、これは俺あかんわ、ほんで、そらフラフラしてるわ、ほんで、で、医者行ったら、はい、あの頃ちょうどね、コロナとかもいろんな調べ行ってくれるやんか、で、見たら、あー、インフルエンザやな、言われて、お、そうですか、そう、しゃあないな。で、インフルエンザなんかやったら結構言うても、長いやんか、長いことやったから、いろんな特効薬みたいなのがある。はい、結構かかるんですか、治るまで。なるほど。いや、だから熱下げるのに、はい、なんか1錠やねんけど、めっちゃ高い薬出してくれやって。あ、高いですか。それから1錠2000何倍やねんな。1錠2000何倍やねん。だからこれ、ね、もう家帰ったらすぐ飲んでくださいと。すぐ飲んだらもう熱も下がりますって言うて、じっと俺の方見てやって、はい、体重はどれぐらいありますか100個超えてありますかって、うん、かろうじて超えてますって言ったら、
じゃあもう1錠言われて、ああ、じゃあ4000円かかる、4000円かかる、高い、4000円もかかっとるやん。で、まあしゃあないわ、家帰って飲んだら、はい、めっちゃ効いた。ああ、じゃあさすが2000円、さすがや、思ったわ。ああ、今だからインフルエンザなんかやったら長いことこういろんなのまあまあ菌と戦いやってきたから、すぐそういうの特効薬みたいなのあんねやと思ったわ俺。いや、でもそれだけ効くっちゅうことはね、何もない時に飲んだら、そうそう、それ思うな逆にゴーンって思ったりするんでしょうね。なんかいらんもんまで殺してしまったり、ほんまにその日の晩にも40度からズゴーンと37度ぐらいまで落ちとった。びっくりした、すごいなこれ。あれなんでなるんですか、誰かうつ分かれんかって。俺どこも別にそんな人混みの中とかも行ってなかったけど、誰かにうつされなあかんやろなと。一個だけなんか知り合いばっかりでエレベーターの中に5、6人で、ね、ね、その中の一人が風邪ひいてる人がおって、それも知らんかったけどな、はい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 、で俺がそれになってから後の5人も結構みんな風邪ひいとって何やそれ、あいつが犯人かいみたいな。でもコロナの時みんなマスクしてたじゃないですか、うんうん、あの時風邪ひかなかったですね。あ、逆に、ああ、そうなの。いや、マスクしてるからやっぱりウイルスなんやなと思って。ええやつやっとったらええなもんだろうないやいや、そんなことないです。あの普通の布みたいなやつでも、布みたいなやつですよこのチコやつちゃうの、アベノミクスでも。いや、あんな関わる、あれしてるやつ見たことないですよなあ。ねえ、あれ俺逆にもう取っといたらこんなん出してくれましたみたいな。いや、あれ洗って何べんも使えるやつなんですかね布やからなあれ。白ですけどね、でも白でも黄色になってくるでしょ。あんな口でかいやつやったらはみ出てまうではない。鼻出ますよね。鼻出てまうから。どうもええわそんなの。まだありますけどね。俺も置いたから、あれも使うと置いたら、こんなん支給してくれましたよみたいな。転売してるやついましたねやっぱおんのチェルシーみたいな。それを転売するかダメですね。また新しいの作って